皆さんこんにちは。お元気ですか？市民の皆さん、松本明憲です。木戸優希です。さて夏本番ですよね。はい、吹田市内の小中学生は7月21日から夏休みに入りました、まあ、木戸さんはね仕事忙しいと思いますけれども、はい、まあ、夏休み遊べたりするんですか？もちろんですよ。仕事の合間に動物園に行ったり水族館に行ったりエキスポシティの観覧車にも乗らなきゃと思ってるんですが、なんか結構仕事の合間というよりは結構遊べますけれども、でも大事な、はい、夏といえば海っていうのもねやっぱり忘れてはいけません。いいですよね、はい、僕も今年海行きましてね、今年はウェイクボードちょっとしようかなと思ってね、はい、楽しみなんですよね。いいですね、皆さんでもね水難事故なんかには十分ご注意くださいね。そして、8月の5日からはオリンピックが始まりますよ。いよいよです ね、あのガンバ大阪からはですね、藤原選手、入口選手が出場、そして吹田市出身の方ではレスリングで樋口玲選手という方が出ましてね、はい、この方の高校時代は高校三冠王者ということで、すごいですね、まあ強い方なんですよ、はい、だからぜひ金メダル取ってほしいなと ね思ってますけれどもね、皆さん吹田市関連の選手にもね注目くださいね。さて今回の放送内容はこうなっております。特集では気をつけよう熱中症と題してお届けします。最後までお付き合いください。では番組進めていきましょう。はい、まずは吹田市の出来事などをご紹介する吹田のトピックスです。7月9日名シアターで市民ふれあいフェスティバルが開催されました。これはつながれ人町未来吹田祭りをキャッチフレーズに行われる第47回吹田祭りの幕開けとなるイベントで、今年は市内で活動するグループなど15団体が参加しました。ステージではフラダンスやストリートダンスなどの各種ダンス、創作太鼓やウクレレ演奏、ゴスペルなど各団体が日頃の練習の成果を披露、個性豊かなパフォーマンスを繰り広げ会場を盛り上げました。なお今年の吹田祭りは7月30日土曜日に江坂公園と千里南公園で前夜祭が、31日日曜日には JR 吹田駅付近一帯で本祭りが開催されます。7月10日済生会千里病院と千里南公園を会場に第5回大阪千里子どもメディカルラリーが開催されました。これは子どもたちが怪我をした時や倒れている人を発見した時に自分たちの身を守りつつ適切な手当てができるようになればと企画されたもので、37チーム91人の小学生が参加しました。午前は119番通報や外傷処置、胸骨圧迫の仕方や AED の使い方などを講義と実技で学びました。午後からは子どもメディカルラリーが行われました。ラリーは会場内に設けられた8つのポイントをめぐって、その場所ごとに設定されたシナリオに対して時間内にどれだけ的確に対応できるかを競います。池で溺れて心肺停止になっている人を胸骨圧迫や AED を使って助けたり、植木剪定中に地震が起きて怪我をした人の止血処置などをしたりと、子どもたちは午前中に学んだことを思い出しながら一生懸命にシナリオをクリアしていきました。その魚はタイ。で、アユもちょっと前。競技終了後、上位3チームに
表彰状とメダルが授与され、参加者全員に修了証が渡されると、子どもたちの表情は自信に満ち溢れていました。一番自分たちのやってきたことが出たと思うので、優勝できてとても嬉しいです。心配そうしの時の5センチへこますのはちょっと難しかったです。もし本当にそういう場面に落ち合ったら、落ち着いて冷静に対応したいと思います。7月10日、自然体験交流センターワクワクの里でワクワクファミリーデイキャンプが行われました。これは家族で自然を体験し、社会性と豊かな人間性を育んでもらおうと企画されたもので、今回で9回目になります。この日は6組28名の親子が参加。はじめに流しそうめん体験が行われ、参加者は竹を伐採し流し台を制作していきます。そろそろ、じゃあみーちゃんちょっと逃げれるぞ。子どもたちは慣れない作業に苦労しながらも、家族やスタッフからアドバイスをもらって、およそ1時間30分かけてついに完成。流しそうめんを楽しみました。昼食が終わると草花遊びやクラフト作り、普段の生活ではなかなか体験できない自然との交流を楽しんでいました。まだいっぱい、まだいっぱい。自然に普段あまり触れてないんで、すごく貴重な経験できてよかったなと思います。子供にとってもいい経験ですし、僕にとってもいい経験ができて、またこういう機会があれば来たいなと思ってます。流しそうめんをするということで、はい、僕びっくりしたのは竹切るところからやるんですね。そうですね、伐採作業から入るんですね。ね、で切った竹で霊園作って、はい、でその器も作って食べるということで、はい、なかなかできる経験ではありませんよね。そうですよ、もう竹のいい香りがしそうですよ ね。あと竹ぼっくりですか、はい、昔竹ぼっくりじゃなくて、僕は缶詰の缶を使った缶ぼっくりは作ってましたけど、はい、竹ぼっくりはちょっと僕初めて見ましてね、はい、なんかこういい風景だなと思いながら、そうですね、いい経験になったでしょうね。自然と触れ合えてますよね。ですよね。あとその前の話題、大阪千里子ども見てかるラリーなんですけれども、はい、今回小学校5年生6年生が参加して、人命救助のね、いろんなことを勉強したということで、やっぱ子どもたちがね、こういった経験この時代からするって、僕が多分今ね、友達とか倒れてもちょっと判断こうやっぱりいろいろできないから、それを子どもの時代にこうやってやってるっていうのはいい経験になったと思いますね。そうですよね。ぜひね、今回の経験をいろんなところでね、また生かしていってほしいなと思いますね。そうですよね。以上トピックスお送りしました。続いてはスイタの動き。7月上旬、佐竹公園の菩提池に植えられたハスの花が見ごろを迎えました。直径およそ20センチにもなる見事なピンク色の大輪を咲かせており、池にかけられた橋から間近に観察できるとあって、散歩に訪れた市民の目を楽しませています。このハスの花は栽培経験を持つ市民の協力を得て植栽管理を行っているもので、肥料やりやアブラムシの駆除などを行いながら丹精を込めて大切に育てています。開花時間は早朝から正午頃まで、花は8月上旬まで楽しめます。全国大会に出場する少年野球チーム山田西リトルウルフが市長を表敬しました。7月5日、全国の少年野球チームの頂点を決める高円宮支配第36回全日本学童軟式野球大会マクドナルドトーナメントに出場する山田西リトルウルフの棚原徹監督と選手34人が市役所を訪れ、後藤市長に大会での健闘を誓いました。同チームは現監督の父である長一さんと母の安子さんにより1971年に創部された少年軟式野球チームで、オリックスバフォローズで活躍する T 岡田選手などを輩出しています。今年5月に開催された大阪府下およそ330チームが参加する大阪府春季少年野球軟式大会で優勝し、創部以来初となる全国大会出場の切符を手に入れました。
棚原監督は保護者をはじめ多くの方々に支えていただき、創部45年にして初めて全国大会出場の切符を手にしました。大阪代表の名に恥じない試合をし、ひときわ大きな優勝旗を持ち帰りたいと抱負を語りました。ガンバ大阪の試合結果です。7月15日現在、ガンバ大阪 J1 リーグセカンドステージの順位は4位となっています。放送期間中の吹田の動きはご覧の通りです。7月27日には吹田昔サロンが浜屋敷で、7月28日には吹田英語キッズが夢つながり未来館で、7月31日には吹田祭り本祭りが行われます。ガンバ大阪セカンドステージ順調ですね。そうですよね、もうファーストステージこの辺だったのがこういい感じにね、はい、この辺みたいになってきます。ファーストここですか。そう、この辺だったんですけどね、なんか頑張ってますよね。はい、2勝1分けということでね、これから上位陣にもうがっつりくっついていきたいですよね。はい、以上吹田の動きお送りしました。吹田駅周辺で祭りが行われます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 。続いては特集です。はい、今回は気をつけよう熱中症と題してお届けします。それではどうぞ。この時期になると様々なメディアで熱中症に対する注意喚起が行われていますが、それでも6月から9月までの夏季には全国でおよそ4万人の人が救急搬送され、多くの方が熱中症になっています。また学校や職場の発生以外にも、夜間や室内など思いもやらない環境で熱中症が発生しています。今回はそんな熱中症の予防や対応について紹介していきたいと思います。まず熱中症が起こる仕組みについて、吹田市保健センターの名越さんにお話を伺いました。名越さん、はい、熱中症はどのようにして起こるんですか？はい、そうですね、引き起こす条件としては環境、体、行動が考えられます。熱中症を引き起こすこの3つの条件、一体どんなものなんでしょうか？まず環境の条件としては気温が高いこと、湿度が高いこと、風が弱いこと、日差しが強いことなどが挙げられます。気温が高いだけじゃなくて、はい、湿度が高かったり、はい、風は弱くても、はい、なっちゃうんですね。そうですね。次に体の条件としては高齢者の方や乳幼児、糖尿病などの持病のある方、脱水状態であること、また二日酔いや寝不足などの体調不良であることも条件になってきます。二日酔いの方や、まあ、寝不足の方はどうしてなりやすいんですか？はいはい、そうですね、脱水が起こっていたり体の機能が弱っているということが考えられます。三つ目はどういった条件でしょうか？はい、三つ目の行動の条件ですが、激しい運動や慣れない運動、長時間での屋外作業、それから水分補給がしづらい状況などが挙げられます。これらの条件により暑さの下で体の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温を調節する機能がうまく働かないことによって体にどんどん熱が溜まってしまう、これが熱中症の状態といえます。では具体的な熱中症の症状にはどんなものがあるのでしょうか？高温多湿の環境の下で次のような症状が出たら熱中症にかかっている危険があります。まずはめまいや立ちくらみ、それから筋肉痛や筋肉のこむら返り、また手足のしびれや気分の悪さなどがあります。さらに重症度が進むと頭痛や吐き気、体のだるさなどが現れます。
これは体がぐったりして力が入らないといった状態です。さらに重症になってくると意識障害や全身の痙攣、まっすぐ歩けないなどの症状が現れてきます。この時には呼びかけに対する反応がおかしかったり、水分補給が自分でできないっていうような症状が出てきますので注意が必要です。あとは高い体温です。体を触った時に熱いと感じる状態です。なるほど。軽度なものから重症のものまで段階によっていろんな症状が出るわけですね、はい、そうですね。症状によって重さが進んでいきますので、早い段階でひどくならないうちに対応することが大事と言えます。次に熱中症に注意しなければいけないのはどんな人なのでしょうか。高齢者の方では暑さや喉の渇きに対する感覚や体温を調節する能力が低下していますので、熱中症にかかりやすいと言われています。注意が必要です。また思春期前の子どもさんでは体温を調節する能力が十分に発達していないために、同じく熱中症のリスクが高いと言われています。特に晴れた日では地面に近いほど体温度が高くなりますので、小さい幼児の方やベビーカーに乗ったお子さんは特に注意が必要と言われています。また肥満体型の方や体調が良くない方も同じように熱中症のリスクが高くなりますので注意が必要です。それでは熱中症を予防するにはどうしたら良いのでしょうか。誰でも条件次第では熱中症にかかってしまう危険があります。しかし適切な予防をすることで予防はできます。予防の一つ目として暑さを避けましょう。行動の工夫としては、暑い日は無理をしないこと、こまめに休憩をとること、日陰や涼しい場所を利用することなどがあります。住まいの工夫としては、すだれやカーテンなどを利用して日差しや熱を防ぐこと、我慢をせずに冷房や扇風機を使って温度調整すること、風通しを良くすることなどがあります。で、衣服の工夫としては、風通しのいい素材で汗を吸うものを選んで着ること、また日傘や帽子などを利用することなどがあります。クーラーを使わないで我慢をする高齢者の方がいるとよく聞くんですけれども。そうですね、我慢をせずに冷房を使って、今年の夏も暑いと言われていますので、体のためには大事なことですので注意をしていただきたいと思います。予防の2つ目はこまめな水分補給です。喉が渇く前に飲むこと、また起きた時や入浴の前後にも水分補給することが大切です。寝ている間に汗をかいていることもありますし、入浴によって汗などで脱水が起きやすくなりますので、前後に水分補給をすることは大切です。特に高齢者の方では喉が渇かなくても飲む、水分補給をするということを心がけていただきたいと思います。また大量に汗をかいたときは塩分補給も忘れずに行うようにします。アルコールは水分補給になりません。アルコールは水分補給にならないんですか。はい、利尿作用がありますので、逆に脱水を引き起こしてしまう危険があります。あ、そうなんですね。はい、そして予防の3つ目は暑さに負けない体作りです。なかなか暑い中睡眠をとることは難しいですが、部屋の温度を涼しくするなどして睡眠が保てるように心がけることや、食欲も落ちますけども、バランスのいい食事を心がけることも大切です。また日頃から運動などで汗をかく習慣を身につけておくことも効果的です。あ、なるほど。気をつけていれば防げそうなことも多いですね。そうですね。この他にもインターネットを利用して天気予報などで発表されている各地の熱中症情報を参考にして予定を立てるとより安心と言えます。このように熱中症は自分の体が要因となる場合だけでなく、環境、行動といった要因が絡まり合って不意に起こってしまう症状だということが分かりました。
一歩間違えれば命をも脅かす恐ろしい病気ですが、普段からのちょっとした心がけで防ぐことができるのです。しかし、もし自分や周りの人が熱中症になってしまった場合の対応はどうしたらいいのでしょうか。次に、吹田市消防本部西消防署千里出張所の今井さんにお話を伺いました。昨年の吹田市内の熱中症の搬送件数はどのぐらいですか。はい、昨年吹田市内で熱中症により搬送された方は114名でした。そのうち屋外が75名、屋内が39名となっており、屋内での発症が全体の約3割を占めています。この結果から屋内屋外を問わず注意が必要ということがわかります。熱中症発生件数を時間帯別に見ると、午後2時から4時までの間に最も発生しているのがわかります。また年齢別に見ると、10代と80代の方に発生が多く、やはり子どもと高齢者は特に注意が必要といえます。でも、もし自分が熱中症の疑いがある場合はどうしたらいいですか。はい、まずは環境を変えること、涼しい場所に移動する、エアコンをつけるなどしていただきます。次に水分補給と冷却を行います。脱力感や倦怠感が強く動けない、また自力で水分補給ができないなどの症状が出た場合は救急車を呼んでください。では、街で熱中症の疑いのある人を見つけた場合、どのようにしたらいいのでしょうか。このように街で気分が悪い方を見つけた場合は声をかけてあげます。大丈夫ですか？わかりますか？次に、歩けそうなら涼しい場所まで移動します。この時、室内に行くことができなければ日陰などの涼しい場所で休ませてあげましょう。日陰に移動したら、次は水分補給をしていただきます。飲めそうですか？次に体を冷やしていきます。ちょっと冷やしますね。冷却には冷たいペットボトルなどで首や脇、足の付け根などの大きな動脈があるところを冷やすと効果的です。次に、熱中症で意識のない人を見つけた場合、どのようにしたらいいのでしょうか。このように倒れている方を見つけると声をかけてあげます。わかりますか？わかりますか？反応がありません。反応がない場合は迷うことなく救急車を呼びます。次に、涼しい場所に移動させるのですが、意識のない人を移動させる場合、一人で動かすのは大変なので、助けを呼んで数名で移動させます。次に、横を向けて呼吸ができるように気道確保します。意識がない方は上を向いていることで呼吸が止まることがあります。それを予防する意味でも横を向けることが大切です。そして、先ほどと同じように首筋や脇、足の付け根などを冷やします。その後、この状態のまま救急車の到着を待ちます。ここまでの応急処置の中で次のようなことに注意してください。注意点なんですが、意識がない方には無理やり水を飲ませないようにしてください。それはどうしてですか？無理に水を飲ませてしまうと窒息をしてしまう可能性があります。なるほど、そうなんですね。熱中症は年齢、場所、時間に関係なく誰にでも起こります。正しい知識を持っていれば予防できる病気です。学校や職場などの集団の場ではお互いに配慮することが大切です。夏はこれからが本番。今回紹介したポイントを守って、市民一人一人が、そして周りにいる高齢者の方や子どもたちの環境にも気を配りながら熱中症予防を心がけましょう。
熱中症は僕たちも経験が実はあります、はい、本当に油断するとどなたでも可能性があることです。で、注意事項ね、VTR でもありましたけれども、はい、とにかく暑さを避けることですよね。我慢しすぎないということとですね、はい、あとこの目に水分補給すること、でその際塩分も忘れないでください、はい、そしてバランスの良い食事とかですね、あと汗かく習慣、体力を作ることですね、はい、これも大事ですし、あるいは屋内でも起きますし、あと深夜でも起きますからも十分注意する。 そうですね、そして今熱中症情報結構いろんなホームページありますからチェックすること、これがやっぱり大事かなと思いましたね。はい、やはり今回の特集で喉が渇いたなと思う前に水分補給をすることもとても大切なんだなと思いましたし、はい、また街中で熱中症かなって思う人を見かけた場合の対処法というのもね、今回特集でありましたから、はい、私も参考にして、もし見かけることがあったらね、ちょっとでも助けられたらなと思います。そうですよね。以上、特集お送りしました。続いては吹田市からのお知らせです。千里図書館で千里ニュータウンミニ写真展を開催します。懐かしのあの夏を振り返りませんか。写真家の宇吹民彦さんによる1960年代後半夏に撮影された写真を中心に展示します。日時は7月29日金曜日から8月1日月曜日、午前10時から午後6時まで、最終日の8月1日月曜日は午後1時まで。場所は千里図書館多目的室です。また7月31日日曜日に関連イベント、千里ニュータウン今昔物語あけぼの像からエキスポシティまでを開催します。講師は市立博物館の中牧博親館長。時間は午後2時から4時までです。場所は千里市民センター多目的ルーム、定員は先着60人です。千里図書館1番カウンターに来館、もしくは電話でお申し込みください。詳しくは千里図書館までお問い合わせください。夏休み手作り教室を開催します。身近なものを使っていろいろな種類のおもちゃを楽しく作りましょう。日時は8月6日土曜日、8月7日日曜日、午前10時から午後3時まで。場所は内本町コミュニティセンター多目的ホール。対象は就学前の幼児から小学生まで、保護者も参加可能です。汚れてもいい服装で軍手、手拭きタオルを持参し参加してください。定員は8月6日、8月7日ともに先着100人です。詳しくは内本町コミュニティセンターまでお問い合わせください。水豚定食を提供します。食糧難であった戦時中の食事を体験することで平和の尊さを考えてみませんか。日時は8月9日火曜日、10日水曜日、午前11時30分から。場所は市役所地下食堂。料金は350円で1日30食限定です。詳しくは人権平和室までお問い合わせください。さてエンディングです。次回の放送内容はどうなってますか。はい、次回の更新日は8月1日です。トピックスでは平和健康リレーマラソンの模様やすいすいくん祭りの様子など、特集は吹田の水泳についてお送りします。はい、次回もぜひご覧ください。それではまた、さようなら。さようなら。